塩化チオニルリチウム電池塩化チオニルリチウム電池は一次電池のうち負極に金属リチウムを使用するリチウム系電池の一種。東芝電池の商品名はウルトラリチウム。リチウム系の一次電池の中では最も高い 3.6V の高電圧と使用温度範囲が広いのが大きな特徴の電池である。組み込み用部品として販売されている電池であるため、 一般にはあまり流通していないが、IoT 関係の電源として使われているから、近年ネットでも結構売れている。落下や衝撃を与えると、内部の塩化チオニルが漏れて、塩化水素や硫酸ガスが発生するので、取り扱いには注意を要する。用極が液体の構造上、塩化チオニルリチウム電池は、縦置き、もしくは横置きで使用される。 IEC 定義の単電池形を表す記号は E。形状を表す記号は、コイン型、円筒型がある。4方形は F を使用する。記号 E は、以下の電気化学的系統を表す。正極、円価値を見る電解質、有機負極、リチウム交渉電圧、3 6ト終支電圧、3 0トコイン型の電池は、R の後に3から4桁の数字でサイズを表す。 最初の1から2桁は直径、最後の2桁は高さを表す。円筒形の電池は国際規格の乾電池の故障に従ったものが多い。またコイン型と同じ方法を用いて5桁の数字で表すメーカーもある。ありがとうございます。